アスノガイスは、スペインガリシア州、ドゥーゴ県のムニシピオ、コマルカドスアンカーレスに属する。スペイン統計局によれば、2010年の人口は1361人。カスティリア語表記は、男性名詞扱いで、ロスノーガーレイス。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は99.14%。アスノガイスは、ルーゴ県の南東部に位置し、 コマルカドスアンカーレスに属する。北はベセレアー、東はセルバンテス、南はペドラフィータとセブレーロ、西はトリアカステーラの各自治体と隣接、自治体中心地区はアスノガイス地区。人口は川沿い、道路沿いに集中している。住民の半分以上が第一次産業に従事しており、特に重要なのは牧畜業である。他には穀物栽培、ジャガイモ、 根菜などが栽培される。自治体主張はガリシア社会党のホセルイス・コエド・ノボ。自治体表議員はガリシア社会党4、ガリシア国民党2、ガリシア民族主義ブロック2、手が1となっている。明日のガイスは9の教区に分けられる。太字は自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。